はい、前川です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、珍しく治療に対する考えですね、治療に対する考えをお話していきたいなと思います。僕が治療に対する考えとか治療技術についてとかは、ね、ほぼほぼ話さないんですね。話さないんですけども、今日はちょっと話していきたいなと思います。ちょうどね、この動画撮ってる1日前って言ったらいいかな、明け方と言ったらいいのか分かんないんですけども、奥さん病院に運ばれてね、無事出産を終えたんですけども、やっぱりね、その時ってね、やっぱり不安なんですよね。やっぱり体のことって不安じゃないですか。もし何かあったらどうしようとかね、いろいろ考えますよね。出産ってなんか生まれてくるの当たり前のように感じますけども、大体の方がその当たり前に生まれてきてないと思います。もう1人目2人目もほんまにね、どうなることかと思って、1人目の時とかもサインさせられましたからね、何かあった時でも責任取りませんみたいな。だからそれから本当にこの治療に対して考えるようになったんですけども、僕たちって命に関わるような人もね、稀に紛れ込んではきますけども、大体命には関わりないじゃないですか。なのでとりあえず何か来てもらったらいいわみたいなね、考え方を持ってる方が多いかなと思います。でもね、やっぱり向こうからしたら全然そんなことなくて、やっぱり本当に悩んで、本当に人生に関わるような問題を抱えてきてますよね。うちであれば腰痛専門でやってて、やっぱりヘルニアで手術を控えてるとか、脊柱管狭窄で手術を控えてるとか、実際手術したけども良くなってないから来たとか、もうこのままやったら仕事行かれへんし、もう仕事クビになりそうだとか。結構そんな方が来られるんですけども、これってめちゃくちゃ切羽詰まってる状態じゃないですか。相手がそんな状況だっていうのをね、本当に皆さんしっかり考えているのかなっていう部分ですね、今日はね、お伝えしたいなと思いました。まあ僕も含めてですけども、マーケティングが大事だよ、しっかり集客しないといけないよっていうね、お話をしてると思うんですけども、確かにそれは大事なんですけども、それで集めた人たちっていうのはね、本当に悩んでる人がいてます。悩んでない人もいてると思うけど、やっぱり大体の方は本当に悩んでて、だからこそ1回あたり1万円とかのお金でも払ってくれるんですね。なのでやっぱりそれにしっかり応えていくだけの能力っていうのはやっぱ身につけておかないと僕はいけないなと思っています。技術は関係ないって言ってますけども、やっぱり関係ないと思います。本当にこれは思ってます。でもコミュニケーション技術とかはめっちゃ関係あると思いますよ。これも治療技術の一つだと僕は思うんで、それを含めたらね、治療技術は関係あると思いますけども、まあ、よく言われてる治療技術ってね、ほんまにテクニックじゃないですか。ここ押さえてどうこうとか、そんなんもほぼほぼ関係ないと思います。だから本当に人として相手のことをどんだけ思ってあげれるか、で人として相手をどんだけ救ってあげれるか、で救ってあげたいと思うか、これがね、僕本当に大事かなって思っています。で、今までね、こんな話全くしてない僕はこんなん言ってもね、説得力ないと思いますけども、実際僕はこういうふうに思ってね、普段臨床に当たらせていただいております。そんな感じで、やっぱりね、長年治療してくるとなんかこう流れ作業のようになってきてる部分もあるかと思うんですけども、そうならずにしっかり相手を見て、相手の人生に関わってるっていう意識を持って、お互いに一緒に頑張っていきましょう。そんな感じで、今日は終わっていきたいなと思います。ではまた次回もお楽しみに。もうこの話は僕二度としないと思います。さよなら。こんにちは、一人治療に集客の専門家、前川雅治です。いつも私のチャンネルをご覧いただき本当にありがとうございます。私は日々治療院経営に関する有益な情報を発信しています。治療院経営をしていらっしゃる方で集客に関する悩みがある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画をスマートフォンで見ていらっしゃる方は、動画下の赤いチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。また一人治療院の方にとても有益な経営ノウハウが散りばめられた一人治療院集客プログラムというメルマガを無料で公開しております。手軽に読むことができますので、興味のございます方は動画下の説明欄にある URL からご確認ください。以上、一人治療科の集客の専門家、前川雅治でした。ではまた。